竹内アナ、お疲れ様でした。ちょっと録画で今日矢部剛見たんですけれども、竹内アナが卒業されたということで非常にショックです。好きなタイプでしたので、またスタジアムでお会いできることを楽しみにしています。さあ、ということで一方ですね、フォアロー監督の状況を覗いてみましょう。開幕3連敗という形で、これはですね、戦術の浸透時間かかる、こういった言い訳もいよいよ通用しなくなってまいりました。次湘南戦迎えるんですけれども、もう4連敗してしまいますと、いよいよちょっとフロントからももう肩ポンポンポンとされる可能性が出てくるような、そんな状況でございます。ただここで戦い方、フォーメーションを変えてしまっては、また以前までのフォアローに逆戻りです。とか自分の意思を貫いてどう勝てるのかというところをレベルアップしていきましょう。さあ、前節を受けてですね、皆さんからたくさんのコメント届いています。まずはゆうさんから、蛍の光が聞けるチャンネルはここですか。 This is here、 ここです。続いてですね、なまらうまいさんから、女よりも仕事よりも東京、嘘をつくな、東京の話している時よりもあなたはゆいちゃんやさぴさんの話をしている時の方が楽しそうですよ。それは誤解です。続いて川崎ジュニーの記者からです。ハーロンのコメント、彼は私の息子じゃない、すでに親からも忘れられてしまうほどひどい試合をしてしまっているという状況です。こちらゴルウラ記者からです。東京落ちるよ、どこまでもシティもパレスも小原の髪もという、ちゃんとやってるからね、の活動ちょっと基準厳しい、ちゃんといただきました。さらには蛍の光関連での情報もいただきました。おつまみジャンプ記者からです。まあ内省略させていただきますが、 FC 東京がセレッソ大阪に所属するミッドフィルダー山口蛍の獲得狙っているようだということです。まあ現監督である小原監督はサポーターから蛍の光系監督という愛称で親しまれており、蛍の光って何ですか。蛍の光系監督という愛称で親しまれており、開幕からの早々の移籍だが、山口としてもチームに馴染みやすくなるだろうということです。特にあの光というなんか女性になんかあるわけではないですか、ご安心ください。であとはですね、これプレーに関してのアドバイスです。しゃべるおむすび城下部長からです。最終ラインで危なくなったらとりあえずクリアして蹴っ飛ばすを、ハーフウェイラインからでもキーパーまで下げちゃうだけでかなり失点は減ると思います。で、2年近く行ってる気がします。2年も言い続けていただいてありがとうございます。今日の試合こそそれを実践して、まずは勝ち点1以上を取るんだ取るんだ取るんだ。今回はホームに、はい、一番多いコメント無視してませんか。いや、どうされました。無視してるコメントありますか。いやいや、ほんとありま、いいねとかたくさん来てるコメント中心に押していただいてますよ。私は無視コメントありませんか。ねえ随所にはありましたけど。なんだよ、3連敗の無視いいのかっていうコメントは。それは一個も拾わなくて大丈夫ですね。はい、それぐらいの気持ちだ。だもうそれぐらいの気持ちやりますんで、はい、やめけたら無視、負けたら無視、その戦いでソームに湘南を迎えます。ティーレゴーレゴーソームに湘南って試合に向かいます。天才じゃねえんだよ。総務部です。さあ、ということで舞台は味の素スタジアムです。こんなに苦しい状況の中、たくさんのサポーターの方ありがとうございます。湘南ベルマーレを迎えての試合、実際の試合ではですね、ディエゴ・オリベラ選手は後半開始直後のスーパーゴールありました。今回もそんなゴールが見たい。ちょっと失礼します。さあ、まずはシートークフォーメーション、あくまで4-4に貫くということで、フォーメーション全く変えていません。この潔さはどうでしょうか。メンバーも全く変わらない形です。ここをもし負けてしまうようだと、さすがメンバーの入れ替えもありますけれども、フレッシュな選手が欲しいということで、まずはこのメンバーでやっていくことを考えたいと思います。湘南の方で注目の選手というのは、松田天馬選手と言いたいところなんですけど、やっぱり秋元選手、はい、秋元選手ですね。目立たないかもしれないですけど、今日は。じゃあ秋元選手が、ある意味目立つハイライトによく出てくるような試合にしましょう。いいですね、いきます。バモバモ東京、バモバモ東京、バモス東京、バモス東京。サイドへ展開します。立ち上がりにいいパスを出しましたが、最後は相手ボールになりました。まずいきなりか、スルーパスが長いか。宮野選手いや、オープンね、東京、東京、東京、よく戻ってくれた、ありがとう。いやー、そっち行っちゃったか。
でかいな。ここでシュート。おめでとう、ナイス。止めましたが、ボール。あげへん。あげ、何を言ってます。相手に勝ち越し点を挙げられてもおかしくない場面でしたが、キーパーが見事なセーブをしました。いやー、きつい。ナイス。ウォーターコースで味方がサポートに来ます。おっさん。長井健介。いやー、惜しい惜しい惜しい。オッケーオッケー。縦に渡ってしまいました。頑張れ。あいやー。スルーパス通るか。おおしディエゴディエゴ、今はマシュートのせい、あ、長いでごめんなさい、間違えました、失礼しました。ただこれはいいコース飛んでたな。長いゴーゴー長いゴーゴー長いゴーゴーゴーコーナーからエリアに向け前に出しましたが気を抜けません。いやー、惜しい、姿勢いいな。秋元ちゃんがちょっと乗ってきちゃってるのは怖い。コーナーから中へ、うん、しっかりクリアされました。シュートを打ってきた。いやー、いやー、いやー、ちょっと、いやー、森重、森重、しゃ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 、ボルシゲットゴール。この先制点はでかいぞ。よし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 、セットプレーでやっと決まりました。本当リアルな投球も欲しい形。あれ事故だけなの。じゃあ。事故もっと起こってる。長井健介。ここはサポートがあります。オーサーオーサー。オーサー。副審が旗を上げています。何よりも得点入った後だよ。秋野ひろき、まずこのシュートで追いつける。危ねえ、よく去った。危ねえ、よく去ってくる。ありがとうありがとうありがとう。ナイス。あれ、いや、ほらよ。オーケー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 。いやいや、事故起こりそうだぞ。石川俊樹、秋野ひろき、チャンスを狙っています。まずい。おい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 、違うだろ。かなり白熱した試合になってきました。違う、一歩も譲るつもりはない。猫が怒っちゃったよ。キーパーはボールに触っていますね。東京こんな瞬間やめろよ、東京。やめてよ、まだまだこっからで気持ちを落とさないかよ。前と変わったとこ見せよ、ちょっとは。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。このボールは重要です。長井健介、OK、決めに来た。あー、しっかりと止めました。絶対勝つからな。同じ姿勢踏まないぞ。同じ鉄は踏まないぞ。よし、戦い方間違ってない。後半は湘南ベルマーレのキックオフで始まります。いかに積極的にいけるか見せていこう。アンドレバイヤ、嫌なとこ入ったね。いいボールが入りそう。いや、ボールを受けた。あぶねえ。しゃ、事故かよ。また事故かよ。じゃ、何よ。事故が起こっちゃいました。当たってゴールに入りました。マジか。おい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 。
これはしょうがないか。でもまあブロックしに行った結果これ入っちゃうの持ってないな。素晴らしい。長井健介、諦めていきましょう。戦え俺の東京、今日も勝利を信じて、弾けよう飛びたけ、負けるわけはないさ、戦え。いやー、ディアイゴ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 ー、こいつ好きだわこの人。オレ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 、ディエゴディエゴ、ここで強さ見せた。オレ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 、ディエゴディエゴ、やっぱり逆足はパワーあるわ。よし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 、始まるよこっから試合が。今から見た皆さん、こっからよ試合は。それゆけ俺たちの東京、勝利を目指してゴールを狙え、それゆけ俺たちの東京。あんまり気足立つなよ。頼む。オッケー、ここはクリアされました。藤田誠也、菊池俊介、ボールを回して味方の上がりを待つ。おい、ちょっとちょっと一回。よし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 、また守備にミスが出るの。ここからはディフェンスに集中しリードを守りきりたいでしょう。最悪、全然カースリード間に合わなかった。やはり近い距離からですと、おい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 、絶対詰められるってこれ。もっとおい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 、どういうゲームになっちゃってるよ。タイムフィニッシュ OK みたいな。まだ決めず行こうか。もう注意だぞ本当に。いやー、あぶっ、カットされました。ここ同じ手を踏まないように。素晴らしいスルーパス。いやしっかり出そうよ今のは。さあここで勝負に出ます。リンス、ソータン、ヨネ一気に投入。ここは絶対に負けられない試合です。総務で勝負に出ました。そして、小川慶一郎選手も出ます。ディエゴ・オリベイラ、クロスを中央に入れました。いやこのボールは相手にクリアされました。よく出た。いや、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ナイス。厳しい。いやおい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 、ボールが渡されて、じゃ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 、何が違う。マンオブザマッチの候補じゃないでしょうかね。頼む。長井健介、同点に追いつきたいところ。いいよ。が最後のチャンスになるでしょうか。ナイス。いや、おいおい、このパスはダメでした。通りません。おい、ちょっと、マジかよ。素晴らしいです。ここでスルーパスを狙う。いや、ディフェンスの選手が止めた。あ、ちょっとちょっとちょっと、一撃か。最悪だわ。このゴールでハットトリック達成です。今日は何点取るんでしょうか。相手の守備は引き入れない。味方もどんどんパスを出してくると思いますよ。ハハ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 
ちょっと晩作尽きたもんがあるな、この試合で。あれを決めてくれたんだけどな。シュート。ここで同点ゴールが決まりました。いやー、ちょっと意味ついよ。いいボールが入りそう。これはちょっとアンラッキーとはちょっと痛いなかったな、この失点は。いやこれは本当にいいゴールだったんだけどな。点取った直後の失点ですか。これは盛り上がりました。ここで押し上がりしないぐらい。いやこれも結局追いつかないっていう、ミスれちゃったもんな。もう最後の失点はしょうがない。おいおいおい、よくなってるんだけど失点が止まんないよ。おい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 。いやでも去年よりはいいです。いやどこがいいんですか。去年はもう6試合で20何失点とかですから。去年まだ7連敗してるんで、開幕で、はい、そんなに。いやいやもう変わりたいんですよ我々も。ちなみに首位は岩田さんです。岩田エスパルスさんが強いですね。岩田さんエスパルスさんが強いですね。さあ次節どこでしょうか。悔しいな、ちょっともうホタルがガンバさんとだ、ホームで。ここはもう勝たなきゃあかんよガンバさんに。次の試合こそなんかちょっと自信なくなりそうだけど、ちょっと諦めずに、やっぱもう守備だね。さすがに4失点したら勝てない。まあ実質まあ最後失点も前出た結果で、まあ3失点ここまでしちゃうと勝てません。守備どうしたらいいでしょうか。また次回の動画スタジアムでお会いしましょう。さよなら。じゃあちょっと3、4連敗してしまったんで、どうしようもない。やっとダメです。やだよー。俺やる。俺このチームを変えたいんだ。よほどの試合がたくさん見る。